佐世保へと拾ったゴロツキをせめて人として死なしてやるのが親の役目じゃねえか。冗談だよ。俺の知ってることがそんなに間違ってんのかよ兄貴。一家として決まったことを飲むのが都政人の仁義だ。連合屋さんに食いつかせるために松永を取ったんですか。九州の喧嘩が北海道の足まで引きずっちまう時代ですよ。月っちゅうのはな、自分で呼び寄せるもんや。連合の発展のために横浜を仕切ってみんか。